こんばんは。モロヒロトモロのお時間がやってまいりました。お久しぶりでございます。まだ、なんか知らない人がいると思いますけど、あれ見てますよどっちが俺かな、そうですね、今日はねちょっとメンバーウエストボールファミリーのスタジオだったんですけど、メンバーがちょっとね風邪をひいてみたりいろいろとねありまして、ちょうどインフルエンザも流行ってる、ね、そうみたいなんですね。インフルエンザも流行ってるみたいで心配ですね。でちょっと暇かなと思って、このアフロがイエイエイ2人でスタジオに来たわけなんですけども、はい、来ちゃいました。そう、それでモロヒロとモロっていう番組があってねっていう趣旨をさっき説明して、そうなんです、これ撮れてるんだよね、ますね容量とかちょっと確認しなかったから、それで、なんかやってみようかなと思って、ワク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 。ちなみにドラムの経験はちょこっとだけちょろっとだけ叩いたことはあったんですけど、もう全く今やってない。なるほど。あ、じゃあ昔ちょっとやってたんだ。そうですね、サークルの学生時代のサークルから少しだけ。ミステリーサークル、そうこんな感じで、それ電波ですか。地毛どうやら俺に憧れてるみたいですね最近多いんですよね、私に憧れたらなんかこういう頭に近づいてくる人なんか多いんですよ最近、本当に不思議ですね。後ろ姿は本田さん、はいまあそういうわけでですね、ちょっと時間もないんで、そういつも思ってるのかな、番組作って話が長い長いのよ。でもあれはうちのメンバーが悪いと思うんだよね。あれ、あの彼らはね話がねいつも脱線するからさ、すぐ脱線して戻ってこないのが彼らなんで、だからまあまともな俺がと君だから、あ、はい、紹介が遅れました。鍋 CD です。はい、どうも鍋 CD です。こんなキャラだったんです。そう、鍋 CD さん、はい、普段まあアメバンド、そんなわけで、早速行ってみようかなと思うんですけど、頭まで入ってるね、これ頭まで切れてる。入ってます、入ってます。切れてない、大丈夫ですね。オーケーシャシャ耐えた蹴ってないですか。蹴ってないです。蹴ってないですよ。蹴ってないですよ。蹴ってないですか、これすげえ似てる。あと蹴ってないですか。オケさせたら立つの本当蹴ってない。蹴ってないですよすげえ蹴ってない。では鍋 CD さんの番です。はい、どうも。頭にスティックが刺さってますこんな気持ちなんですね。ちょっと俺をバカにしてると思いますいや、飲んないですよ。スティックの持ち方は、はい、まあ、基本的にはこの2本で持って添えるだけ。力入れないんですね。そうだね、まあ、全体的にあんま力は入れない方がいいと思うけど、この、 人差し指と親指も力はそんなに入ってない。あんま入ってないかな。一応持ってる。こっちはもう
添えるだけぐらい、はい、それを振り下ろしてる、振り下ろしてるって鞭をパンってやるイメージクノーンみたいな、そうですね、もうどうでもいいですね添えるだけ、左手は添えるだけ、左手、あ、何か質問ありますか、ドラム叩くにあたっての、そうですね、ここからの景色がなかなか普段あの前でギターを弾いてるので、うん、初めてっていうかそのなかなかないので、うん、こう、まあ、壮観ですね、あのメンバーのお尻を見てるんだなっていう、ただの変態ですそうですね、キックの強さってどのくらいなんですか、いやもう思いっきりいっちゃってください、あ思いっきりバンバン、もうバンバンいったらいい、こういうパターンのタイプの曲は遠慮なんかすることないです、ああそうなんです、大きいってください、はい、こんじきちゃう、そうこんじきてやる、そうこんじきてやるミシップシーって、まあそんな感じですちょっと何言ってるか分かんないですねまあそういうわけで鍋 CD さんの演奏です、はい、ちょっと噛んでしまう。なかなか面白かったですね、さっきからこのスタジオのね外に別の人がこう鏡越しにね通ってるのが来るんだけどこっからだと見えないけどこう見えちゃうんだね結構ねなんか見てるな同じ髪型の人が2人いるみたいな一緒にしないでくれるかいやでも小野さんってこんなに大変な思いしてる、結構暑いでしょ、いやすごいっすよ、夏とか暑いんだぜ、すごいな、もう汗もできるんじゃないですか、そうでもない、そうです、うん、でもね、本当に暑いんだよね、暑いですね、すごいですね、うん、汗だくですもんね、そうやっぱよくみんな言うけどさ、自由を手にするには数々の不自由と戦わなくちゃいけない、あそのたくさんの不自由の上に自由っていうのは成り立つ、え不自由だった、だからそういう自由な髪型をするためにはそういう不自由な熱い思いとかをした上に、なるほど、ただふざけてるわけじゃないんだよ、ね今日はメンバーがちょっと不在のため急遽鍋 CD に出演してもらいました、で来る時に何か好きな CD 持ってきてって、まあ、今の曲になったわけですけども、はい、どうでしたかドラムを叩いてみて、いやなんか楽しかったです、なんかこう大野さんがどんな気持ちで叩いてるんだろうなっていうのがちょっとでも分かったらいいなと思ったんですけど、うん、分かったあれでいやいやいや、それならもう十分だよ、この番組の趣旨に合ってると思う、このドラムを一応ちょっとだけできる人がドラムもほとんどやったことない人にドラムを教えようっていうコンセプトのもとに企画された番組だから、ね、まあちょっとだけ鍋ちゃんよりもちょっとだけ叩けるから、いや何言ってるんですか、そのちょっとの分を鍋ちゃんに今日伝授できたらもう俺と決め対等だ、何を言ってるの、まあそんなわけでモロヒロトモロ今日は鍋 CD とお送りしたわけですけども、鍋 CD さんなんか宣伝なんかあったらバカ喋っていいですよ、ちょっと俺ドラム勝たしてる告知とかしてていい、告知していいんですか、やった、6月の25日、編集で切っちゃうかもしれない一応使うかもしれないですね、6月の25日にフッサ市民会館でアメバンド大野博人さんも出てます、ドラムとして参加してもらってます、アメバンドがショーホールフッサ市民会館ですよ、皆さんお待ちしておりますよ、ダメですよ、同じ日に氷川きよしが明治座でやるっていう話があるんですけども、そっち行っちゃったらダメです、
あのアメバンドの方に来てくださいね。お待ちしてまーす。告知終わったの？はい、終わりました。お、来たった。そういうわけで、モロヒロトモロでした。ありがとうございました。またね。またね。